大和診療所院長の安井優と申します。今日はこのような機会をいただきありがとうございました。医療法人社団ホムラの理念はですね、自宅で自分らしく死ねる、そういう世の中を作るです。で、そういう世の中を作るために、在宅医を増やす、訪問看護師を増やす、医療システムを変える、いろんな選択肢があると思いますが、ホムラはその中で患者さんや家族の一番そばに寄り添って生活を支えるプロ、これを在宅医療 PA と名付けて、在宅医療 PA を育成しています。確かにここにいらっしゃるような医師の方、看護師の方、コメディカルの方に支えられて、多くの患者さんたちが在宅で医療を受けるという現実、医療を受けていることができていると思います。しかしですね、私はあえてそういう医師、看護師、コメディカル、そういう資格者じゃない人たちを育てて、在宅医療 PA になってほしいと思っています。なぜならば、もちろん、医師、看護師、これらの人を今後医療専門職と呼ばせていただきたいんですが、医療専門職の数に限りがあるということはあります。しかしそれ以上にですね、今日本の中で8割の方が病院の中で亡くなっている、死というのは病院の中で迎えるものであり、その箱物の中で医師や看護師が主体になって、人の死を見ているとという、こういう現状をですね、打破したいという思いが私の中にあります。一人の男の子の話なんですけども、17歳で彼が高校2年生の時に、彼の父親、当時42歳だったんですけどもが、健康診断で急に肺に影があるというふうに言われました。で、その後検査をして、悪性腫瘍であることが分かり、化学療法をして、放射線療法をして、最後はホスピスに入って、亡くなったんですね。その間3ヶ月でした。で、42歳だったそのお父さんは、非常に背も高くてエネルギッシュな方で、その息子のとっては太陽みたいな存在だったんですね。で、その父親が急に亡くなったと。で、その亡くなる過程でもちろん17歳の息子は、がんについて調べたりとか、それなりに病院に寄り添ったりとか、ホスピスで父親と話をしたりっていうことをしてました。で、ただその父親が亡くなった後にですね、その息子が感じたことっていうのは、やっぱりこの圧倒的な疎外感だったんですね。蚊帳の外に自分はいたように感じました。で、その息子はその後ですね、それまで全く興味がなかったんですけど、医学部を受けることにして医者になりました。お察しの通り私です。で、今になってですね、やっぱり思うんですけど、その蚊帳の外に、その時、言語ができてなかったんですが、その時に二度と自分の大事な人がこういうことになった時に同じ思いをしたくないと、という思いから、医学部を受験したんですね。で、その後もう医者になって十何年経ちますが、本当に感じるのは、でもその時蚊帳の外にいたのは自分が医療者じゃなかったからじゃないんですよね。蚊帳の中に自分が入っていかなかったからなんだと思います。そこに、病院があろうと、医者があろうと、看護師がいようと、そういう人たちを押しのけて、その父親の一番そばにいればよかった。で、学校なんか行かないで、世間の目なんか気にしないで、父親と一緒に過ごしてればよかった。それが、なぜ私がその医療者じゃない人間たちに支える側に立ってほしいかと思っている一つの理由なんですが、医師看護師はやっぱり専門職、スペシャリストなんですよね。で、患者家族がその病院の中で死を迎えてしまうといった時に、その一番大事な人の死っていうのを自分自身が生ききれていないことが起こりやすいと思います。で、在宅に帰ってくれば家族はもちろん主体的になってみるので、自分の大事な人の死っていうのを自分主体的に生きる機会は多いんだと思うんですが、それをさらに支えて背中を押してあげる存在っていうのが、僕は在宅医療 PA とというふうな人たちが育っていって、それを支えられるようになってくれればいいなと思っています。じゃあそんなことが実際できるのかと
患者家族にとってはやっぱり、医者に見てほしい、看護師に見てほしいという思いがあると思うんですよね。でじゃあうちはどうやって在宅医療 PA を作ってるんだということに関しては、まあ、あの手法その他含めホームページに書いてありますので、ご興味ある方は見ていただきたいんですが、まあ、簡単に言うと、若い志のある連中を入れて、ビシバシ鍛えています。で、入職してから、まず自己紹介ができるよう、自己紹介というのは自分は何のために生きていて何のためにあなたの前に立ってるんだということを患者について言えるようになるために、半年かけます。その後話すとは何なのか、聞くとは何なのか、伝えるとは何なのか、伝わるとは何なのかということを夜な夜な勉強してもらってます。で、現状うちのスタッフはみんな日誌を書かせてるんですけども、最近のスタッフの一人の日誌です。患者家族からの診療に対する思いや介護疲れについて1時間近い電話を一人で対応できた。相手の伝えない内容が多く話が目まぐるしく変わっていった。繰り返し訴える部分には復唱した。最後の方には声のトーンも明るくなったように聞こえた。またこうやって話を聞いてもらうのは西山さんでもいいですかと言ってもらえた。今までは長い電話になりそうな場合、相手が興奮している場合、5分もしないですぐに担当 PA に電話を代わってもらうか医師にお願いしていた。初回でお会いしていたこともあり、相手のキャラクターを考えながら話すことができた。彼女もともとパイプを扱うようなお店でジムをやっていた20代の中盤の子ですが、うちに入って、まあ、1年半ですね、毎日命の現場で鍛えられてここまで来ることができました。で、彼女のことは全然褒めなかったですけど、これ見た時僕はすごく嬉しかったんですね。で、もう少しすると誰々さんを見送ることができたっていう日報が上がってくるんじゃないかと思ってます。で、そういうふうにしてうちは在宅医療 PA を増やしていきたい。そういう在宅医療 PA が板橋区の中を30人50人と駆けずり回って、患者さんを支えることができたときに、一つ地域包括ケアと呼ばれているものの、新しい形が見えるんじゃないかと思っています。そこに、すごく私は希望を持っています。自宅で自分らしく死ねる、そういう世の中を作るために、ホムラはですね、人づくりを続けたいと思っております。命の現場で、自分の命に火をつけてですね、真摯に患者さんと向かいたいと思っている方、お待ちしております。ありがとうございました。